巨乳マンダラ王国は大阪府出身のロックバンド。教祖の生駒則行が高校時代の1990年、軽音楽部で結成。1999年8月10日、正式活動開始で8月10日は建国記念日としている。R&C からインディーズデビューし、現在自主レーベルのマンダラレコード所属。 ボーカルで教祖のイコマノリユキは変態ヘビロッカーを自称しているだけあって、メタル、ファンク、ポップ、テクノ、パンク、ヘビーロック等をベースとする歌謡テイストを聴かせた楽曲は、下ネタのオンパレードである。巨乳マンダラ王国の信者は、巨万王国民と呼ばれる。教祖・マサオを中心に出られる人が出る、ライブ出血確認制度を、 いち早く導入し、スケジュール、地方によって出演メンバーが異なる。実際に、ギターが風神でライブをお休みして、ただの音量のでかいカラオケ大会みたいになったことも、ある。すぐに、他のバンドの気の合う人をメンバーに従る。出たい人が多くなった場合、狭いステージに14人ぐらいになる。その時ステージ上は動きにくく息苦しくなるので、曲によって、好きな曲、 出たいところだけ出る、出血確認を取る方法もある。安倍貴族はそういうとき、先輩後輩にうるさい。高校時代の結成メンバーも入れ替わり競争と、国王だけになる。当初競争はドラム。ライブもせずに、ただひたすら二人きりで、スタジオにこもって、セッションの日々。キラ白尺と、マサオ初代を迎えて、ライブ活動開始。ありがとうございます。